はい、皆さんこんにちは、高ママです。本日はリクエスト企画といいますか、インスタグラムでちょっと軽い気持ちで企画化しようと思っていたものがそのまま実現したっていう企画になります。シャツを紹介しようと思ってるんですけども、で特に今年ゲットしたものですねを中心に紹介していこうと思います。それでは早速やっていきましょう。ではまず1点目ですね、ドリス・バン・ノッテのシャツです。シャツというかシャツアウターっぽい生地感かな。少し肉厚なので、真夏は厳しいですね。春先ちょくちょく着ていたアイテムになります。 24SS のショーでも登場していたアイテムですね。これに同系のパンツと白いシューズだったような気がするんですが、そのルック見た時にこれいいなと思っていて、たまたまスーパー A さん行った時に見つけて、最終的にトゥモローランドさんの本店で買ったものですね。はい、なんて言うんでしょうね、古着であるようなハンティングベースのジャケットをモチーフにしてると思います。それまでのシーズンのものは、この胸ポケットだけだったらしいんですけど、今年からはもう2つねポケットが追加されています。さらに一番特徴的と言ってもいいんじゃないかな、このドローストリング、紐があるので、それをまくって、この辺でちょっとクシュクシュと巻いて溜めることができるっていうようなものになりますね。黒とこのカーキ2つあったんですけど、黒だとなんかむしろドリスっぽくないというか、せっかくだったらね、アースカラーとか、そういったイメージが僕このブランドには大切で強いので、こちらの方にしました。普段だと白パンに合わせることだったりとか、同じようにちょっとコレクションのスタイリングを参考にして、ベージュっぽいものだったりとかに合わせてワントーンにすることが多いですかね。はい、はい、続いて2点目です。カレンテージという、女性の塚崎さんがデザイナーの、レショップ別注のシャツですね。マドラスチックに、このミリタリーの UK のミリタリーですね、それぞれの良さをミックスしたようなシャツです。さらにポイントとなっているのがもうこの真ん中のテープですね。テーブルクロス この端っこをそのまま、中心に持ってきていて、肥沃仕様になってます。マドラスチックなんてね、こうなんて言うんでしょう、すごくアイビーな感じというか、そんなイメージ強いんですけども、ミリタリーも僕そんな着ないですし、でさらにはマドラスチックの服なんて一着も持ってなかったんですよ。コットンシルクなんですごく軽いのと、少しだけシアー感あるので、今時期でも多分これ着れちゃいますね。はい、先ほどのドリスのシャツとは打って変わってというか、ミリタリー特有の武骨感っていうのはほとんどなくて、この生地に乗せ替えることでさらにエレガントな表情になっているっていう印象かなと個人的には思ってます。そのエレガントさをさらに際立たせているのがここって感じですね。はい、なんかで偶然インドのリアカーでこの生地を販売しているおじさんがいたらしくて、それをデザイナーの塚崎さんが見つけて落とし込んでるそうです。なんか今までなかったこういうアイテムだったので、自分のこのワードローブに加えた時にすごく新しいこう新食感というか、そんな気分になるようなシャツですね。今の思いつきなんですけど、革パンに合わせてもむしろかっこいいんじゃないかなとか思ったりしてます。大体はブラックデニムに合わせますかね。続いてはこれ初のご紹介ブランドですね。アローンという日本のファッションブランドのオープンカラーのシャツです。何かとこう最近プライベートとか、展示会の場とか、ふとした時に道端であったりとか、ご縁のある神谷くんが作っているブランドです。50年代60年代ぐらいの近辺の古着がすごい好きだった僕にとっては懐かしいなとか、オープンカラーのシャツはねすごい好きで、飴色のボタンだったりとか、そもそもこの04のねオープンカラーのシャツなんて古いものを探そうと思うと相当、値段も上がってるものもありますから、小さいものが多いんですよね。ヴィンテージの
そういうオープンカラーのシャツで、特に単色とか、うん、あとはオンブレチェックとかもそうですね、シャドウチェックとか。このピンドットのシャツ、まあ、昔あったのかな、ちょっと僕あんまり古着屋さんでその見たことないんですけども、展示会にお邪魔した時になんかこう一番気になったアイテムがこちらでした。赤好きっていうのもありますけどね。あのこのシャツはちょっと前に配信してたグリーンルームの Vlog でも着てたものですね。でこれにピンクのパンツと、サングラスでだいぶド派手な格好で、グリーンルーム、楽しんでました。レイヨンって洗濯表記だと一応手洗いが推奨だと思うんですけど、僕はこれ普通に洗濯機に入れて洗っちゃってます。乾燥機はかけませんが、普通に脱水までして、あとは部屋干しで乾かしてます。でこのレイヨンもこう薄手でサラサラっとした感じのものもありつつ、このアロンのシャツみたいなちょっと弾力があるというか、あのこのプルプルした感じのレイヨンがあって、いくつかなんかこうレイヨンの生地にも種類があるんですけど、これは僕の好きな感じのこのプルプル系のレイヨンです。これは無難にスラックスで合わせて、すごくまあ、バイカーというか男って感じでスタイリングしてもいいと思いますし、ブラックデニムのフレアのパンツと合わせてセブンティーズの要素を入れたりとかもしてますかね、うん、であとはグリーンルームの時みたいに、色のパンツと合わせて色と色で遊んであげてもいいんじゃないかなと思います。はい、続きましてクリンクルクリンクルクリンクルのシャツです。これに関してはもう一目見てメッカワじゃないですかっていうシャツです。フロントのこのランダムに生地をねじって作られているフリルと裾のフリンジ、なんかしかもこのやりすぎてないフリンジがすごくキューティーなのと、フロントももちろん好きなんですけども、個人的にはこのバックスタイルがすごく好きでしたね。ウィメンズのブランドなので、右前にはなってるんですが、僕はあんまそこまで気にせず着ています。っていうのも、もうものすごく洋弱が取られてて本当にオーバーサイズなんですよ。後ろを見てみるとすごくギャザーもたくさんびっしりと入ってるんで、生地分量すごくあるんじゃないかなと思いますが、まあ、それのおかげでふわっとしたシルエットも出ますし、肩もそうですね、かなりつまんでますね。なのでこうエアリー感みたいなのは出せるんじゃないかなと思いますが、とにかく、うん、メッカワです。うん、裾もそこそこ長いのでタックアウトするのが普通かなと思っていたら、どうやらタックインしても全然大丈夫みたい でしかもこれインド綿なので、あのすごく軽いっていうかふわふわしてるおかげで、あんまりこう気持ち熱く感じないというか、でそもそも ものすごくこれオーバーサイズなんで全然メンズでも着れますし、一応はウィメンズのブランドなんですが、ぜひこれはメンズに推したいシャツですね。メンズの皆さんぜひチャレンジしていきましょう。デニムで合わせるのがおすすめです。早くも最後の一着となりました。こちらはコモンスウェーデンというセントマーチン卒業のデザイナーの2人が、やっているブランドです。なんかカニエ・ウエストのデザインスタジオでも指揮を任せてたみたいで、まあなのでこうそのクリエーションはお墨付きというか、そうで6、7年ぐらい前からブランドを認知してて、でしばらくなんか名前聞かなくなったんですよね。また再び日本のマーケットで姿を見る機会が増えてきたブランドなので、まあ、再度注目したいですね。ボタニカルのデザインでこんなに立体感あるものっておそらくボディでもほとんど作ってないんじゃないですかね。レリーフ感あるような、そんなデザインですね。合わせやすいベージュなんで、割とこう一目惚れして買ったものですね。この作り込みだともしかしたら洗濯できないんじゃないかなと思って、ちょっとヒヤヒヤしながら洗濯ネットに入れて洗濯したら全然普通に大丈夫でした。ただこれも乾燥機はかけない方が無難ですね。アーカイブ見る限りだと結構こういうものもたまに作ってたりしてたんで、まあようやくこう再評価されているような気がしますね。ボディみたいなハンドメイド感があるものがすごく世に知れ渡ってから、なんか再度このブランドも注目されるようになったんですかね。なんとなくですけども、はい。プライスに関してもすごく手の届きやすい価格なので、これで確か6万はしなかったので、これもしねボディでやっちゃうとどうなるのかっていう、おそらく10万は全然軽々超えるんじゃないかなと思います。
ボディ買いたいんだけどなかなか手が届かないよって方にはね、おすすめですよこれは。はい、バッグなんかもね、ビーズを使ってたものがあったりして、それもすごい可愛かったんですよね。あれも欲しいんですけど、ちょっと要相談です。お財布と今年ゲットしたものを、順々と紹介していきましたけれども、いかがだったでしょうか。お気に入りのシャツありましたら、ぜひコメントで、投票してください。よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。